シャルル8世は、バロワ朝第7代のフランス王。オン王と呼ばれた。イタリア戦争を始めたフランス王として知られる。フランス王ルイ11世とシャルロット・ド・サボワの息子として1470年にアンボワーズ城で生まれた。兄はいたが、いずれも養成しており、1483年8月30日不王の死去により13歳で即位。 姉アンヌ・ド・ボージュー、ギケーブル・ボンコー・ピエール2世夫妻の殺傷下に置かれた。シャルル8世は、当初ハプスブルク家のローマ王マクシミリアンの娘、マルグリットと婚約していた。マルグリットは、誘拐同然に、フランスへ送られて、アンヌ・ド・ボージューの下で養育され、シャルル8世と幼くして、形式的な結婚をした。一方、マクシミリアンは、 マルグリットの母で、最初の日であるマリード・ブルゴーニュをすでに亡くしており、ブルターニュ公国の継承権を持つアンヌド・ブルターニュと、婚約していた。しかし、シャルル8世は、マルグリットとの結婚を解消し、1491年12月6日に、アンヌと、政略結婚した。しかも元の日マルグリットを、マクシミリアンが、武力に訴えるまで返さなかった。 アンヌ・ド・ブルターニュとの結婚以後自立するようになり、1494年、16世紀前半のヨーロッパ史上重大な影響を与えることになるイタリア戦争を開始した。ナポリ王国の継承権を主張するシャルルは、フランス軍を率いてイタリア半島を南下した。彼は、ローマを経て1495年2月22日、ナポリに入城し、退官して、 ナポリオーとなった。しかし、フランスのイタリア介入を嫌うベネツィア共和国や、ローマ教皇アレクサンデル6世、ミラノ皇ルドビーコス・フォルツァラの同盟軍に包囲され、多大の損害を出して、フランスに逃げ帰った。このイタリア遠征の失敗によってフランスは、莫大な負債を抱えることになる。1498年にうっかりカモイに頭を打ち付ける事故を起こし、間もなく死亡した。 遺体は、サンドニ大聖堂に、心臓は、クレリ大聖堂に埋葬された。シャルル8世は、王妃アンヌとの間に三男一女を設けたが、長男のシャルルオルランを含めいずれも養成しており、シャルル8世の死によって、バロワ家の本流は断絶した。そのため、サリカ法によって、シャルル5世の彦、父類11世の、 また重帝に当たる、冒険バロアオルレアン家のオルレアン公ルイ2世が、ルイ12世として、王位を継いだ。アンヌ・ド・ブルターニュとの間に、以下の子女を設けたが、いずれも創生した。ありがとうございます。